通称シンパ。身につけた靴ひもの色で持ち主の性癖をアピールする。性的盗作を持つ人が仲間と出会いたいという目的から、うぞうむぞうが寄ってくるネットを避け、オフラインの狭い地域で始まっていた。バイト場に毎朝訪れる茜ちゃんがつけていたのは紺色。待っていてくれ、俺の衣装コレクション。こんな都市伝説を真に受けてコスプレセックスしようだなんて言えるかっつの。短いのならいいだろう。いた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 。お兄さんってそういう、私と同じ。ごめんなさい、私もそれつけてたから。いきなり引かないでほしいんですけど、私と婚色しませんか。お尻の毛玉とゴムの伸び具合からして、そこらで手に入らない本物の中古ブラバー。ちょっときつめだから手放して食い込むし、履いたまま床をなするのにぴったりかも。衣装によってその時の気分って違いますよね。俺はコスプレしないし。例えばトウヤさんだってバイトの制服を着てる時は頭が切り替わるでしょ。確かに、生ブルマの柔らかい尻が横に。部屋が暑い。とんでもなく地上っぽいこと言ってる気がしてきたよ。攻め攻めのイナー女だと思われないように、トウヤさんからガバって襲ってもらわないと。トウヤさん、誘うにはそう、接近してインゴよインゴ。よし。ねえトウヤさん、コスエッチは衣装にマッチしたプレイがありますよね。ああ、巫女だったら処女設定でアナルセックスとか、スパッツならクンクンとかスマタとか、ボンテージなら。さすがトウヤさん、衣装室フェチですね。理解できる茜ちゃんもね。本物を経験していろいろ目覚めてもらわないと。はい、これ。赤い紐ってどんな意味？茜の赤です。もっと濃い変態になれますよ。じゃなくて色の意味は？もう暗いし着替え持ってきますから。止まるの？トウヤくん、管理人として言っておかなきゃいけないことがある。あら、シンパじゃない。あの、夏美さん、これからどこに？いいいい、トウヤくん、もう暗いし、アパートで話すのもご近所迷惑でしょ。管理人としてはみんなに快適な暮らしを提供したいのよ。人里離れたところにこんなものが。で、ここでお話しすることについてですが。あのお部屋から出て行って。お部屋で騒がれると迷惑なのよ。もう騒ぎませんから。じゃあ交換条件といきましょう。トウヤくんが私のペット兼愛人になるの。夏美さん、指輪してるじゃないですか。お部屋もですけど、シンパの色違いについてですね。この指輪はダミーなの、聞いてなかった？嘘だし、話も聞いてない。聞いてるわ。じゃあ先にトウヤくんのシンパの色について教えてあげる。昔から小春の相手をしてくれるのは兄ちゃんだけだもん。だから小春も本気でぶつかりたいだけだもん。でね、兄ちゃんに相談があって来たんだよ。それにそれに、最近なんで来てくれなくなったの？いや、それは小春の目は昔からまっすぐで曇りがない。無邪気がゆえに推しの強さは圧倒的だ。あのね、相談なんだけど。うわ、この子もシンパを、しかも桃色の。シンパ？分かってないのか。そろそろ友達と約束がありますから、あとは若い者同士で。兄ちゃん家行きたい。ああ。シンパは不特定多数を呼び込むこともあるし、この子にはまだ早いかも。私はいつでも OK ですから、相談に乗ってあげて。ピンクの意味はアナルセックス希望？飯買いに出るぞ。ああ、逃げるのなし。小春と男？おちんちん生えてる女の人ってどんなの？静かに。また仲間が増えるかも。
いますか？どなた？チース。とりあえずこの写真見ろよ。誰だこの子、口悪い。なんで俺のこと知ってる？こんなことしちゃっていいのかな。つうわけでここでじっくり話そうぜ。ほら、鍵と地図。はぁ、ちょっと待って、何なの？時間通りに来たら秘密にしといてやっから。乳白色の空き身の部屋で待ってるぜ。この子も新発会か。あんな捏造写真を使ってまで何の用だ。俺の名前だけじゃなく部屋まで知ってやがった。無視したら何されるかわからん相手だ。失礼しまーす。パーティーに仲間が欲しくってさ。仲間じゃないし、いやいや来たんだよ。もう小春に手を出すな。写真も消せ。ああ、うざいほど嬉しそうに語ってたよ、トウヤのこと。その小春に手を出したって私には説教は？が、柔らかい。ほらこれ、普段履きのニーソックス。どうしよう、あやち。まさかお兄様がいないだけでこんなに緊張しちゃうなんて。とにかく声だけでも聞けたら少し安心できるかも。お願い、必ず出てよ。あのロッカーから聞こえてきてない？まさか。いい、開けるよ。よう。いやー、俺としたことが、電源切っておくの忘れてたな。あんたね、マネージャーじゃなかったら通報してたとこなんだけど。っていうか、ずっとこんなところに入ってたわけ？当たり前だろ、盗撮なんだから。いや、どこから突っ込んでいいのかわかんないんだけど。そもそも、この部屋には15台の隠しカメラがあってだな。はぁ？お前たちのありのままを、いろんな角度で撮ってあるからな。あの、ひょっとして着替えもですか？もちろん。あやちのお兄さん、マジで変態なんだけど。アイドルたるもの、いかなる時も隙を見せちゃいかんからな。こういった積み重ねが完璧なアイドルを。昨日言ってた忙しいって、これのためじゃないでしょうね。当然。大丈夫ですかお兄さん？今日はピンクの水玉か。死ね。そう、これが私の兄貴。アイドルオタクで極度のシスコン。私のデビューのきっかけも兄貴がオーディションに応募したから。そして今では私たちの専属マネージャー。あ、自分で説明してて頭痛くなってきた。しっかりしてください。マキニャンの短パン食い込み最高。ごめんなさい。それより聞いてください。いつも見たく私たちをステージに送ってください。お疲れ様、イベント大成功だったぞ。兄貴のおかげだよ。いや、みんなが一生懸命頑張っただけさ。そんなことありません。だって直前でお兄さんがいっぱい応援してくれたから。マイナも地球の中にお兄様がいるって思えたらとっても安心できました。ほらほら、デレデレしない、よだれ垂れてるから。マジか。お兄様ったらすぐ引っかかる。今までアイドルをやってこられたのは兄貴のおかげ。バカで間抜けで超変態だけど、私らのことを一番に考えてくれる。これからも変わらない私の大好きな人。